ミュウツーチャンネルミュウツーです、津田沼駅ついて今から万年さんが働いてる葉月さんの店飲みに行こうとしてるんですけど、やばい、腹痛い、水炎的な水炎じゃなくて違うとこ痛いの。本当に救急車呼ぶの？ずっと話してたの、救急車呼ぶかどうか。電車の中で読んでいいの？ちょっと一回万年さんに連絡するね。やばいんだけど。いやいやいや、大丈夫かい？え？ほんまか？ちょい待て、ちょい待て、ちょい待て。これはもう呼んだ方がいいのか？それ演技じゃない？ガチ？もしもし？万年さん？聞こえんのやけど。なんで万年さんに何回も電話しても聞こえんのよ、音が。俺のスマホがおかしいんか。万年さん、聞こえる？あ、なんやねん。通話相手のマイクに問題が発生したため。なんやねんマジで、どんなクススマホ使っとんねん。相手が悪いよ、万年さんが悪いよ。これ大丈夫？もしもし。いいわ、内藤さん119番じゃあ押す、呼ぶよ。本当にいいのね？しゃあないな。救急です。はい。住所っていうか、これ、あ、ちょ、お姉ちゃん、お兄ちゃん、これ津田沼駅の東口、西口？東口、ありがとう。あ、津田沼駅の東口の登ったとこ、階段登ったとこなんですけど、うん。パルコあったほうか知らんけど、俺地元の人間じゃないから、まあかもしんない、なんか建物あるからね。うん、登ったところ、階段登ったところ、うん。あ、北口？あ、北、ごめんなさい、北口だって。うんうん、船橋、うんうん、はい、はい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 、マジで笑えんのだわ。何？もう本当に読んだよ。いいの？ネタじゃないよね。ガチだよね。あ、もしもし、はいはい、津田沼駅で、はい、JR、 JR の北口、うんうん、はい、うん、そうっすね、あのベンチとかあって、そうっすね、あの本当に登ったところ。ちょっと待ってください、すいません、ごめんなさい、お兄ちゃん、それってパルコだった？あ、パルコ側の方、はいはいはい、
はいはいはい。何歳だったっけ、45、6ぐらいの人が多分酒の影響で腹いわしちゃってますね、多分内臓かなんか。男性の方っすね。あの、もともと膵炎で入院した経験あるんで多分そっち系っすね。はいはいはい。意識はありますけど痛そうにまあ寝てます。はい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 。あ、わかりました。はいはい、友人です。はい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 。電話かかってきてるよ。まあずっと痛い痛いって言ってたんでガチっすね。それで済むなら一発ガチっすね。もしもし、聞こえる？聞こえる、やっと聞こえた。うん、そういう、うん、それどころじゃなくて今あの内藤さん津田の眉毛で倒れた、倒れたから救急車呼びました。津田沼駅。うん、結構ガチ、今動画撮影してるはいるけどガチ。うん、なんで俺一人で行きますんでちょっと待っとって。だからもうちょい、うん、であとさ、あの店の位置情報送っといてくれ LINE で。なんでやねん、一緒にいる人いないの？一緒にいる人、うん、え、今、え、どういうこと？駅前？駅前とか来たのかなと思って、あの、あまり私やり方わかんないから。あ、じゃあ、今津田沼駅におるん？津田沼駅じゃない、今、高根高田の前。いや、津田沼駅まで来てくれたらありがたい。津田沼駅まで来た、電車で？いや、まあ、電車っていうか、まあ、タクシーでもいいけど。じゃあ、高根高田の方に行けばいいのね、俺。うん、うん、まあ、とりあえず今そういう状況だからちょっと待っとってよ。いや今目の前、いや今目の前で寝てるけど救急車呼んだから。うん、うん、そういうこと。はい、はいはいはい。ダリーナ、お待ちくださいね。今椅子型の担架用意しますからそのままでいいですよ。うん、とりあえず、まあ、救急隊に来られたのであ、一緒に病院は行けそうですか？まあ、行ったらっすけど、うん、家族の方いらっしゃいますか？とりあえず今知り合いの、あの彼の先輩に今電話したんですよ。で、あの行ける病、どこの病院かだけ伝えてくれ言われたんで、はい。だからまあ最後僕行かなくても誰か行くんじゃないかなっていう。はい、ちょっと待ってくださいね。今椅子をね後ろに用意しますよ。少しそしたら起き上がれそうですか？ゆっくりで大丈夫です。まずいな。そんなレベルかい、内藤さん。これ椅子か、椅子の単価か。これ笑えんな。あ、これガチ。やばいな。
と違うところ。そう、水煙と違うところ痛いっつってんだよね。今安全のためのやばいかもしんない。はい、いやそしたら救急車の中一緒に来ていただいて、はいはい、状況とか聞かせてください。はい、わかりました。マジか俺病院、俺も病院行くのか。じゃあ一緒に、はい、はい、ガチやん。ガチやんけ。いや、もっと飲んでますよ。 4,5 杯じゃ効かんと思います。家でも飲んでるでしょ、あなた。軽く10杯ぐらい飲んでて、飲んでると思いますよ。中ですか。あ、まあ、そうっすね。うん、そうですか。お知り合いの方。もちろん。1階です。こちら側のドアが開きます。じゃあ先に出てってください。初めて救急車乗るわ。人生で初めて救急車乗ります。ガチで。あ、そんな話か。タンカーか。ああいうふうにベッドはじゃあ、行ってきます。はい、ありがとうございます。発信途中で気持ち悪くなったら教えてください。そんなに痛いんですか。地獄めっちゃ揺れるから余計に痛みきますよ。着きましたよ。あ、はいはいはい。あ、もちろんもちろんもちろん。はいはい。
第一病院着きましたね。なんかご友人の方は中入ってくださいよ言われたんだけど、それで卵吸いたいから外出たいっつって外出ました。今中にいますね内藤さん。うん、まあどうしたこっちゃ。なんか37度ジャストぐらいあって今体温が、コロナの検査するかしないかぐらいの話になってるんですけど、多分酒のせいでしょっつって俺しないかもしれないけど、どうすんだろうな。とりあえず内藤さんの知り合いというか先輩の方には内藤さんのスマホで電話したんで、一人は来られると思うんです。ここ伝えたんで、さあどうしたもんって状態です。とりあえず内藤さんの知り合いの方に連絡取って、まあ、病院伝えたんで、まあ、もう履けていいよって言われたんで、まあ僕、まあ、また内藤さんいますけど、ちょっと万年さんというか葉月さんの店に行きたいと思います、まあ、そういうことで、よければチャンネル登録高評価通知の方よろしくお願いします。で下の概要欄のナイト豊かあげあげチャンネル、ミュートサブチャンネル、ツイッター、TikTok の登録フォローよろしくお願いします。てなわけで、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、ゴシゴシ。